はい、こんにちは、原田農園です。11月23日、土曜日です。明日ですね、本当は散布作業する予定だったんですが、明日ちょっと雨が降るということで、明日はですね、平野君のところで、白ネギの種の発収作業ですね、こちらの方やっていこうと思います。で、今日はですね、天気がいいので、追加分のですね、ミネ鉄エースというですね、ミネラル G とはまたちょっと違うんですけど、鉄分が多く含まれているですね、土壌改良剤を、散布作業の方を行っております。はい、今日は一日ですね、こちら作業をしていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。カモンカモンカモン、はいよ、
来た。こんにちは。今日何植えてんですか。ごぼうです。山芋じゃなくてごぼうです。こんにちは。おすすめです。山芋じゃないんですか。山芋じゃないです。自然薯じゃないですか。はい、違います。なんというやらせ。いつもお世話になってます。全然違うものが。これね、お客さんがさっきね、なんかね、あのごぼちゃ買って、その後、そういえばうちも告知があってるのを言っとったっけ。野村万歳が呉に来るそうです。なんだこれ。ケーファームです。マックスバリに今度ごぼうが出ますんで。あ、広島県内全店のマックスバリで。あら、今日はなんか仕事来ちゃったのか。いや、マルク。あー、ミネジーか。すげえなぁ。そうでしょうね。ごぼう茶、ごぼう茶いきますか。ラーメン食ってたけど味がもうバカやな。味がバカやな。デザートじゃないわ、あの後口に。デザートはあそこに。まあまあ、それはまあね、間違いない。ありがとうございます。今からまたマックですか。そうそうそう、アイスを食べようシーンを撮ろうか。すごいね。あれ、原田農園の玉ねぎの苗だ。すごく綺麗。どれぽい。太い、めっちゃ太い。すげえ太いね。バリ太いよこれ。元気、良すぎ。今日売れますか。今日売れますよ。今日売れますか。何。ごぼう取り機だ。ごぼう取り機だよ、ここ。今日野菜がいっぱい来とったよ。だいぶ来とる。だいぶ来てる。こういうのが出てるね。あのブロッコリーかな。こんなもんですか。うちもこんなもんです。体ぐらいの白菜が開花してます。開花すんね。今開花すんね。アイスプラントも逃げてるよ。いっぱい倉庫にある。倉庫にある。それぞれの。すいません、シール貼って出せって。グリーン買ったら貼らんといて。よそに出せ。ほんまよ。やりたい方だ。やりたい方だ。キャベツ。そこらいっぱいあるね。だから150円。値段ついてない。はい。ラムレーズン。ラムレーズンを。はい、こちらのですね、白菜なんですが、全部根こぶ病にやられて、もう瀕死の状態です。この2列ですね、ちょっと昨日ですね、平野君のところに行ってちょっと教えてもらったスーパーナルチッソ、こちらをですね少しもらってきてですね、500倍ということで、昨日の、あの気になる方は昨日の動画見てください。その動画で見たですね、スーパーナルチッソの、下流なんですけどね、そちらを、肥料みたいなものをもらってきてですね、今20リッターの、タンクに溶いて500倍で溶いております。それをですね今からちょっとジョロにでですね、この一筋二筋ですね、二筋全部にちょっとかけてみて、どんな感じの様子になるかですね、ちょっと紹介していきたいと思います。これでうまくいったらですね、皆さん、猫背病に悩まされている方はかけてやれば大丈夫になるということで、ちょっとやってみたいと思います。
はい、散布倍率はこんな感じですね。20リッターのタンクにですね、40グラムほど入れて、溶かすと500倍ということで、こちらですね、今作っておりますので、今から蒸炉ですね、スーパーナルチッソですね、ちょっと散布していきたいと思います。それではやっていきます。はい、今こちらですね、スーパーナルチッソの方ですね、散布していきました。ちょっと近くで、今の状況をしっかり映しておきますので、ちょっとしっかり見ておいてください。これからですね、復活劇が起きるのでしょうか。まあ、ちょっと誤解を招いてはいけないので、スーパーナルチッソっていうのは、農薬でも何でもありません。チッソというぐらいでですね、肥料です。肥料をですね、猫部線虫とか猫部病にかかるとですね、根がやられますんで、栄養分を吸収できない分ですね、上の葉っぱから、栄養分を吸収してやろうという、発想のもとですね、その吸収率がとてもいいですね、とてもよく、あと葉っぱを、固くですね、保護するような、カルシウム資材もしっかり含まれておりますので、窒素を上げてですね、カルシウムで、葉っぱを元気にしてやるということで、今のこのくたってなっている、猫部病のですね、白菜を、元気にしてですね、吸収を葉っぱから、肥料分の吸収を葉っぱからしてですね、元気に大きく育てるという意味で、スーパーナルチッソをかけるということですね。なんで、今かけたんで、また、これ、吸収を今からしてですね、明日明後日、元気になっていればバッチリですね。はい、そんな感じで、平野くんのところですね、スーパーナルチッソ、かけるとですね、猫部病だった白菜が、全体的に元気になったということで、復活したということで、紹介昨日してもらったんで、今日はですね、原田農園のこの猫部病にかかった2列も試験的にですね、すき込む前でよかったですね。もうちょっとダメだからすき込んでやろうかと思ったんですけど、試験的にですね、今からこちら、スーパーナルチッソをかけたもの、どんな感じか、経過観察をしてみたいと思います。はい、それでは、じっくりですね、ちょっと紹介動画を撮っていきたいと思います。はい、こちらがですね、猫部病にかかっている、白菜です。もう外葉は全部くたっと、倒れている感じですね。もう水分もないのかし分かりませんが、元気がないですね。まあ、あと寒いっていうのもあると思うんですけど、このような状況で外葉が、がっつり広がって倒れております。で、中自体もですね、もう吸収、栄養分吸収も水分の吸収もしてないみたいなんで、ちょっとスカスカ状態になってます。はい、で、まあ、先日も紹介したと思うんですけど、この、猫部病になっているものはほとんどですね、無双白菜ということで、無双白菜はちょっと猫部病に弱いみたいなんで、まあ、来年はキラボシ65とかがですね、猫部病に強いみたいなんで、ちょっとそちらの方ですね、検討していきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、猫部病にかかっていない、ミニ白菜、お気に入りミニ白菜は、外葉がしっかり巻いていてですね、こうギュッと芯が硬くて、全然収穫しても外葉をね、剥ぐだけで、出荷できるような感じのままになっております。はい、こんな感じでですね、無双白菜、猫部病にやられてます。ナルチッソ今日今かけたんで、明日明後日がちょっと楽しみですね。またですね、どういう状況になっているかは、紹介していきたいと思います。はい、で、こちらはですね、冬越し細物の
奥手の冬越し白菜冬月90ですね、こちらはもう大きくなったものは、収穫して、出荷の方しております。で、だんだん徐々にですね遅く植えたものが、こちらの右側の方に今撮影している方が後を植えたやつですね。これは今からですね、巻いているような感じですね。で、ちょっと前に植えた今収穫途中のものはこのような感じで、収穫の方ですね巻いてますので収穫の方をしております。はい、こちらもですね徐々になったものから、収穫出荷の方しております。はい、今からはですね、昨日の続きの、サニーレタスを定食していきたいと思います。はい、128ケツにうまくできてます。ちょっとこれも一つだけですねナルチストをかけてみたいと思います。